プイタロボの紋章プイタロボ、ラトビア語で、アブラネは、ロシアのプスコフ州西部にある町。州都プスコフからは南へ 100km、ラトビアとの国境近くにある。人口は2002年全ロシア国勢調査で6806人。プイタロボには20世紀初頭に建てられた、モダニズム様式の鉄道駅、1931年に建てられた木造の聖堂などがある。 この地は、現在のラトビア東部にあたるラトガリアと、ロシア人のノブゴロド公国、プスコフ公国の勢力圏が入り混じる場所にあった。プイタロボは1782年に記録に書出した、時はわずか13個の村であった。1878年には、人口57人で、当時はプスコフ県のオストルフ郡に属していた。 この後、サンクトペテルブルクとワルシャーを結ぶ鉄道が建設されたが、レーゼクネとオストロフの間は、駅の内区間が長く、プイタロボに簡単な駅が置かれることになり1881年には正式な駅となった。その駅ができたことで大きくなる。1920年のラトビアソビエト講和条約で、プイタロボを含むオストロフ軍の一部はラトビア領となり、 これ以来、プイッタロボの街はラトビア語で、ヤウンダトガレと改められ、1938年には、アブレネに改名された。この時期、アブレネは、ラトビア東部のラトガレ地方の一地方都市であった。第二次世界大戦後、ソビエト連邦政府はアブレネ及びアブレネ地区東部を、ラトビアソビエト社会主義共和国から、ロシアソビエト連邦社会主義共和国プスコフ州に、帰属を変えさせた。 多くのラトビア人はこの地を離れ、地名も吹いたロボに改められた。この貴族変更は、1991年にラトビアが独立した後、ロシアとの間で領土争いの元ととなったが、ロシア領のままとなっている。最終的には、ラトビア側がこの主張を取り下げ、2007年3月27日に、両国間で国境確定に関する条約が調印された。 ありがとうございます。